ドンソクさん、こんな面倒なことする必要あります？あそこで揉めて雲が起きたら、マナ鉱石が運べねえだろ。雲があいつら食ってまた寝てる隙に、マナ鉱石を運び出す。でも寝ますかね？寝てなかったらボスを倒すしかねえけど。ジヌさんじゃ到底。いっそ逃げ道を探しましょう。ジンホの言う通りだ。このボスは間違いなくあいつらとは比べようがないほど強い。なのになぜだ、 C 級ボスの前でも萎縮しないほど俺は強くなったんだ。ハンターがハンターと呼ばれる理由、本当の狩りの始まりだ。何者なんだ、まさか不正登録者。そいつらは往々にして虐殺を趣味にする異常者が多い。強引にでも距離を詰めなければ、これで一気に懐へ飛び込む。一人でボスを倒してしまった。間違いない、この人は不正登録者だ。わ、生きてんじゃん。ボス死んでね。あの装備なら C 級ボスも倒せるかもな。お前に機会をやる。ソンジヌを殺せ。従わねえなら二人とも死ぬだけだ。はお前ら、人を殺したことがあるか。キュークエスト、何なんだこれ。巨人砲、そいつは死んだ。ここはどこよりも弱肉強食の世界。システムが俺に殺人を強要する。なるほどね、システムは俺を利用し、俺はシステムを利用する。お前たちもハンターなら駆られる覚悟ができてるはずだよなって聞いてんだ。ドンソクさん、俺がやります。生きった E 級ごときに何ができるってんだ。人類最弱兵器さ。強者だけが生き残るのであれば、強い。ファンさん、あんたは強い。おい待て、殺すな。三度も殺そうとした相手に助けを請うのか。てめえ、俺の弟が誰だか知る。